マインドアサシンは、数始めによる日本の漫画。他人の記憶と精神を破壊する暗殺者、マインドアサシンの能力を持つ、主人公と患者との関わりを中心に、人の心が持つ、様々な姿を描いたサスペンス作品である。1994年に、週刊少年ジャンプスプリングスペシャルと同年のジャンプ32号に、読み切り2作として掲載した後、52号より、 連載開始。1995年29号で連載を終了した。連載終了後も1995年のジャンプサマースペシャルと1996年のスプリングスペシャルに掲載されたほか、月刊少年ジャンプ1995年10月号と1996年2月号に掲載された。また、小説家、ドラマ CD 化もされている。数はじめにとって、 初めての連載作品であり、作者は文庫版の後書きで当初は連載化されることなど考えもしなかったため、大いに戸惑い、連載をこなすのに必死だったと語っている。第二次世界大戦中にナチスドイツによって生み出された超能力者の通称である。頭部に触れるだけで相手の記憶と精神を破壊する能力を持つ。 そのまま放置すると被害者は死亡するが、外傷は残らないため、その能力を知らない者には殺されたようには見えない。普段はその能力を制御するため、両耳にピアスをつけている。また、力を加減すれば、記憶や精神の一部だけを破壊することも可能である。破壊された記憶や精神は、何らかの外的要因によって修復されることがある。主人公、奥、森一尉は、 初代マインドアサシンであるクラウス・クレーラーの孫にあたる。声はドラマ CD の声優である。高校生だったか、ズイが通っていた花屋に勤める。恋人だった男、アツシとの間に生まれた小や田を、死生児として産み育てるが、戸籍の届け出はされていないままだった。自身の誕生日に、他の女の元へ行こうとしたアツシを視察した現場にか、ズイに踏み込まれ、カズイの力によって、 精神を壊される。現在は施設で療養生活を過ごしており、和井い年に一度、彼女の誕生日に施設を訪れている。はじめびしゃより、全2巻、修営社インターナショナルのジャンプ、J ブックスレーベルより、全3巻発売された。作品の内容はすべてオリジナルストーリーとなっている。著者は純、エ島シ淳。修営社より、全3巻は発売された。 原作では、やもおえずカットされたシーンの追加や解説書の公式設定など、原作では語りきれなかった情報が保管されている。生産終了につき、現在は、入手困難。悲しみの暗殺者悲しみを継ぎしの幸福者、超能力者犯罪者反撃者癒されざる者思い出の、ものわ者セルリア年上の人とら、やたの傷母の母前で、嵐の中のハマリーゴールド。 ありがとうございます。